新潟西消防署は水難事故が発生した際に迅速な救助につなげるための潜水士の資格を持つ特別救助隊を組織しています。水深 4.5 メートルのプールで行われた訓練には10人が参加。基本潜水と要救助者の救出の手順を確認しました。釣り人が沖合20メートルで海中に転落した想定で行われた訓練では、3人1チームで連携し釣り人を救助しました。釣り人の転落事故というのは毎年必ず1件は発生しております。私どもが行かないというのが一番市民の方々の幸せですので、そういうことがないように気をつけていただけたらなと思います。新潟市では去年1年間に21件の水難事故が発生し、このうち西消防署管内では2件発生しています。